このジャブから左フックが怖いからダッキングします、はい、ただ左フックよりもドネアはストレートを当てます。うん、ボーンで、このジャブをかわしてストレート、おい、またその右をかわして、で次がその KO ショットですね。ボーン、また他の角度から見ますけど、はい、That's the KO shot。 おい、ノニト・ドネア VS レイマ・ガバリオ、うん、オーマイオーマイ、39歳ドネア、え、40歳、39歳ドネア、またやりました。年を取ることはかっこ悪いことじゃない、むしろもっと強くなってるかもしれない。一体どうなってるの、この試合で一体何が起きたのか、今日分析していきたいと思います。分析マスターシーン、よろしくお願いします。やりましょう。勝敗予測動画ではガバリオ選手の方がやっぱり若いから、もうガンガンアグレッシブに攻めて自分のスピード、パワーっていう、まあフィジカルの特徴を使っていくと思ってたんですけれども、ちょっと逆展開でしたね。ドネアが前に攻めて、ガバリオが逆にカウンターを狙ってました。はい、確か前戦、ドネア VS ウバリ戦ではドネアカウンター狙ってたよね。はい、でも今回は若いガバリオがカウンターを狙ってました。で、あともちろんドネアの左フックが結構危ない武器だと知って、ガバリオはうまくそれに準備して対策してました、はい、例えばここではドネアが前に攻めていきますね。でガバリオ選手はまあちょっと頭をずらして避けようとしながら、でもこのガードちょっとロープが邪魔なんですけれども、見てください、しっかり上がってますよ、はい、で運が良かったですね、まあ運じゃないですガバリオ準備できてました。バン、ドネアは左フックをガードに当てました。でもまあこのガードがなかったら、まあ、顎に当たって多分 KO してたと思いますよ、はい、ただガバリオしっかりガード上げてますね、はい、バン。で、あともう一つはまあ左フックこっちから来るので、ガバリオはこっちに、逃げていきます、no、距離を取りますと、ドネアは右出すんですけども、それも届きませんでした、はい、だから本当にその左フックが来るのを準備してましたね。ここでもそうです、ドネア右ストレートを入れて攻めていきます、バン。で、ガバリオはカウンター、左フックを合わせますね、そのカウンターです、ボーン。で、ロープに詰められたので、ガバリオはまあ左フックまたこっちから来るので、こっちに回ると危ないですね、こっちへ逃げていきます。ほっ、左フック打とうとしてますね、はい、ただガバリオうまく避けました、結構対策してましたね。なるほど、ここもそうです、ドネア前に攻めていって、ガバリオはそれに対してストレートを打ちます。ただドネア目がいいですね、はい、ガードして自分のカウンターを入れます、ストレート、おお。で、このあと何が来ると思いますか。左フック、 Yes、 左フックが来ます。で、ガバリオは何をするんでしょう。ふお、ダッキングで避けてますね、はい、で、またこっちへ回ってその左フックから逃げていきます。で、ドネアがまた追いかけてくるので、ガバリオはそれにジャブを合わせます。バウン。おい、うん。だからこういう前に攻めてくるドネアに対してカウンターを合わせることができました。こういうジャブもそうですね。バ、うん、ただ、ドネア選手を止めることはできなかったですね。その前進を。そうですね、そうですね、うん、ドネア選手どんどん攻めていったので、ここもそうですね、ガバリオジャブを打ちます。で、ドネアはそれに対してカウンターを合わせようとします。でもガバリオ結構うまくガードしてますね、はい、バーン。で、自分のカウンター、左フック、これはクリーンじゃないんですけども、この後に右を入れます、ボーン。おい、結構カウンターを合わせることができたんです。で、狙ってましたよ、ここもそうです、ちょっと打ち合いが起こるんですけれども、ガバリオこうカウンター狙ってますよ、この左アッパーをここで打ちます。で、ドネアは自分の左フックを相打ちに行きます。でもこの左アッパーはやばいよ、当たんなかったんだけど、はい、結構ニアミスです、はい、ガバリオもうまく戦えたと思います。ただその左に結構警戒していたので、ドネアは、うん、まあもちろん
これが特徴なのでこれ当てたいよね、はいはい、ただやっぱりベテランのドネアはまあ考えながら戦うことができるので、はい、試合が続くとこう右を狙っていきます。これガバリオ選手をロープに詰めてドネアは前に出ます。でいつも普段ガバリオはこっちへ逃げてましたよね、はい、左フックから距離を取るために。でこっちに逃げるとやっぱり左は当てづらいんですけれども右は当てることができるんです、はい、ドネアはそれに気づいてここで右をボーン当てます。命中ですね、yes、はい、痛い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 、yeah、で右を狙っていきながらガバリオのカウンターとそのタイミングに慣れてきます、ここでドネアは右ストレートを打ちます。でガバリオはこれにカウンターを合わせようとするんですけれどもしっかりガードしてますね、はい、うん、この後右も打つんですけどもこれもバーンしっかりガードしてます。おお、入りませんでしたね。 No、 そうそうそう、だからガバリのカウンターにちょっと慣れてきてますね。おで、あとはこういうフェイントも使うことになりました。ドネア前に攻めていってやっぱりそのジャブとかもらってたじゃん、うんうんうん、だからそれもらわないようにまあ攻めるときにまあ思いっきり入っていかないように気をつけてました。ここでジャブを打つんですけどもガバリをちょっとスウェイバックしてこうカウンターを合わせようとするんですけどもドネアはそれにもう気づいてね、全身を止めてます、はい、で全身を止めてこうガバリオ選手どんどん攻めていくんですけどもドネアはバックステップで距離を取ってこういうのを外します。でここもそうですね、ドネア前に攻めていってパンチを当てるように見えますね、はい、見えますけど実はフェイントでした。でガバリオ選手はこう左フックを空振りします。フォン。で今回もまた、お、入っていく、いやフェイントです。で次はどうなるんでしょう。あ、フェイントかな、フェイントかな、わかんないですよね。フェイントじゃないです、ボーン、その狙ってた右をボーンボディに当てます、はい、でこの左フックカウンターもかわしますね。ふお、でまあ、皆さんもその試合結果分かってると思います。左ボディーブローで KO したじゃん、はい。ただその前にこういう右ボディーを効かせてるから。なるほど。後で見ていきますけど。これ聞いたんですね。あ、もうちょっとすると別のですけど、この右をまた上に今回入れます。ボーン。うんうん、バーン。ちょっとバランス崩れますね。で、ガバリオはやっぱりその左フックが嫌なのでこっちへ行きます。はい、でそのあ、それに合わせて。まあよく見えないんですけれどもクリーンヒットしたかどうか分かんないんですけども右を合わせますね。まあちょっとガードに当たってそのガードがガバリオの顔に当たったように見えますね。そうですね、ドネアそれほどのパワーあるから、うん、でこっちへ移動するガバリオをここで止めて多分また右を当てると思います。多分左から右ですよね、左アッパー。ガバリオをこうスウェーして距離を取ろうとするんですけどもこう右をドネアからボーン当てます。でそのカウンターも壊します。返すんですね、 今のから。ガバリオ選手、そうですよね、うん、だからガバリオ選手もうまく戦ってたよ、うんうん、ただこういう右をもらうとでまたドネア距離を取ってそういう壊します、はい、だからガバリオ選手の、まあ、逃げ方に気づいて左じゃなくて右を狙って、あとガバリア選手のカウンターとか攻撃にも、まあ、目が慣れてこういうのをかわすことができました、はい、なるほど、さすがベテランですよ。でここで多分またフェイントを仕掛けると思うんです。はっ、でガバリア選手はそのフェイントに引っかかって左フックを空振りします、うん、ベテランですよ、まあ、球使って戦ってます、うんうん、多分またフェイントすると思うんですよ、はい、はっ、またフェイントしてまたね入ります。Then that's the round studio. でここがその KO シーンになります。トネアは右を振っていきますがガバリオはそれをうまくガードして自分のカウンターを打ちますけれども、ドネアはねそれにもう気づいてるのでガードをしっかりします。でここで右ボディを効かせるんです。ガバリオジャブを打ちます。ドネアはそれをかわしてますね、はい、でかわしながらここですね、です、ここの右ボディを入れるんです、うんうん、でガバリオ選手の姿勢をちょっと見てください。ドン。
おーっとちょっと聞いたんです。でドネアもそれに気づいて攻めていきます。ストレートで、こっから左ボディを入れます。でやっぱりちょっとボディ効くと自分のステップワークもちろん遅くなるんですよ、はい、だから普通、まあ、この前ガバリオ選手うまくこっちへ回ってたじゃん、うんうん、ただここでちょっと足が止まったんです、あのボディが効いちゃって、はい、でその理由でここでドネは左ボディを当てることができます。おまた右でここですね、ボーン。おい、でもこれが KO の前なんです。だからもうここでボディ効いてるんです。なるほど。でもっとどんどん攻めて距離を詰めてジャブボーン、ガバリオこのジャブから左フックが怖いからダッキングします、はい、ただ左フックよりもドネアはストレートを当てます。うボーン。でこのジャブをかわしてストレート、おい、またその右をかわして、で次がその KO ショットですね。ボーン、また他の角度から見ますけど、はい、That's the KO shot。 おい、でこの左ボディがね、もう本当に体重すべて乗せて、はい、ガッダーンと入れてたんです。やばいですよ、はい、こうですね、このジャブをうまくかわしますよ。 Look at that、 シュッ、本当にそのニアミスですよね。本当顔かすってるぐらいで、うんうんうん、無駄な動きはないです。でここから右を当てます。ボーン。でそのカウンターをブロックします。はい、でここですね、ふう、ここです。ドネアのこうステップ、この足を見てください、はい、両足でこっちに前に出ながらボディを入れます。ボーン。もういい。でこの右ボディもかなか左ボディから右ボディを打とうとしてたんですけども、ここでもうあのガバリは倒れましたから、はい、ダーン。で立ち上がることができませんでしたね。 No、 だってその前にもう聞いてたもん、うんうんうん、うまく隠してたけど、はい、また違う角度からですね。ここで左ボディですね。でこう腕を伸ばしてね、こっから入れます。はい、であのガバリアもこう左フックが来ると思ってたと思う、うん、ガードしっかり上げてますね、うん、はい。おちょっと待って、それもう一回みたいな、こうやってバーン。おい、ちょうどガードのね、うん、周りから入って、はい、クリーンヒット。いやこれはね、さすがに若い打たれ強いガバリオでも倒れますよ、うん、で右ボディも入れるところだったんですけれども、必要じゃなかったですね、はい。だからドネア選手、まあ、最初はあのその若いガバリオ選手のスピードにちょっと困ってたかもしれないです、うんうん、あとガバリオもうまく作戦立てたと思いますけど、はい、やっぱりそのベテランの力、自分の戦い方を相手に適応することができるって見せました。なるほど、やっぱり強いですよ。そうですね、その左で知られてるんですけども、この右を当ててたから左を当てることができた、うん、うん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 、と僕は思います。はい、そうですね、あのガバリオ選手確か勝敗予測動画でドネア選手のパンチをもらってどう反応するかで結構僕そこへが気になってたとこなんですよね、うん、で、まあさっき試合見たんですけれども、いい反応じゃなかったですね、うん、結構なんて言うんでしょう、嫌がってましたね、そのパワーを。まあ嫌がらない人はいないと思うよ。うーん、そうですね、パワーやばいですよ。ノニート・ドネアまたやりましたね、はい、同じ会場でイン・カーソン・カリフォルニア、ウバリを倒した、同じリングです。おお、そうなんですね。そして同じ4ラウンド KO 勝ちです。えい、同じ左ですよね、確か。そうですね、同じ左。もう次もこの会場でやりたいよ。この会場で井上尚弥4ラウンド KO できればもうレジェンドですね。How dare you、 井上尚弥を KO するっていうなんて。いやもうそのストーリーはね、ちょっと応援したいじゃないですか。まあ確かに3回連続同じ会場、同じリング、同じラウンド。おう、あとね、もう忘れたけど、ウバリとガバリオは2人とも無敗の世界チャンピオンだった。無敗の世界チャンピオン、同じ会場、同じラウンド。
Yes. すごいですね。まあ、いやそうですね。井上尚弥 VS ドネアはどうなるんでしょうね。パワーだけで言うとドネア選手の方が上なんじゃないですか。そう見えますね、うん。パワーだけで言うと。そう見えます。ただ井上尚弥チャンピオンはスピードがあります。とあと左も右も何でも避ける能力があるし、目があるし、で井上尚弥選手もパワーがあります。そう、あとね、こういうノニト・ドネアがこの試合で見せたように、井上尚弥チャンピオンも相手に適応すること、まあ試合中に適応することができるのをもうノニト・ドネアパート1で見せてます。なるほど、そうですね、うん、だからそこが一番難しいんです、はい、ガバリオ選手はそういう特徴を持ってなかったと言っても、はい、まあ間違ってないと思います。そうですね。ただ井上尚弥はまあ若いんですけれども、そういうスマート、うん、ファイト IQ も持ってるから、だからね、ちょっと今ノニトでねめっちゃ強いんですけれども、それでも厳しい試合になると思う。ただレジェンドですよ、ノニトでねは。ただそうですね、レジェンドですし、そのパワーがありますからね。結構めったにないですね、シンがパワーを持ってる方によらないのが。そうだね、パワーだけじゃ難しいです。もちろんヘビ級になるとまた別の話ですよ。うん、なんかジョージ・フォーマンっていう感じのスタイルを思い出しますね、今のノニト・デネロを見ると、はいはい、スマートネスと、はい、一発一発でいきます、ね、ただジョージ・フォーマンでもそういうスマート、若いスピードとパワーを持ってるイヴァンダー・ホリフィールドとかに、うん、トミー・モリソンとかに勝てなかったから、うんうん、そうですね、不可能はないです。ノニト・ドネアはもうこれを何回か証明してると思います、自分のキャリアで、はい、で今、まあ、現役のボクシングチャンピオンで、まあ、最年長、まあ、2番目ですね、2番目です、はい、1番が誰だと思う。グネディ・グロフキン。おー、よく知ってるね。ブンブンブン。グロフキン7ヶ月年上そう、2人とも39です、はい、うん、レジェンドですよ2人とも。そうですね。質問はやっぱり皆さんは井上尚弥 VS ノニト・ドネアパート2見たいですか。いや、それは見たいでしょう。一応記者会見、うん、まあ試合後の記者会見を見て、ノニト・ドネアはまあアンディスピーデッチャンピオンが目的だって言ってます、はい、で井上尚弥チャンピオンも同じことを言ってる。皆さんはどう思いますか。どのバンタム級チャンピオン VS 誰と誰とが見たいっていう話だよね、はい、いやコメント欄でお知らせください。